スマイナス25の基地部分に搭載された GSH-30 から2の方向部、機体中心線から見て、左側に装備されている GSH-30 から2、または GSH-2 から30は、ロシア製航空機に装備される複方新航空機関砲である。グラオーによる名称は QA-623。この下方は、 GSH-30 から1と同系統ではなく、GSH-23 と同様にガスト式駆動方式を用いたものである。連射速度はおよそ3000発、分。砲方長は 1500mm で、走行間鉄力などに優れた劣化ウラン弾の発射能力を持つ。ス -25 及びいる -100 に攻撃機の固定武装とされたほか、 他の機種にもガンポットを用いて外付けすることが可能である。派生系として、方針に水冷式の冷却機構を追加装備して、方針長を 2400mm に延長し、発射レートを可変化した GSH-30K がある。こちらを搭載するものには、未 -24P の後期型がある。 ミマイナス2 4 p に装備された GSH-30K コルクリスチャンソビエトカノン A コンプリヘンシブスタディオブソビエトアームスアンドアミニションインカラバース 12.7mm 2 57mm オーストリア コール、P303、ISBN 978から3から200014459、http コロンスラッシュスラッシュ www.russianammo.org。ありがとうございます。